ラム。ラム、ラムは、高橋留美子の漫画作品を呼び、それを原作とした、テレビアニメ作品、ウル星やつらに登場する架空の人物。声優は、アニメ版、パチスロ版共通で、平野文、ウル星やつらの、メインヒロイン。ウル星、ラム星、鬼星ともから、地球侵略のためにやってきた鬼型宇宙人の娘。ゴビに、ラッチャ、のけ。 とつけて話す。地球をかけた鬼ごっこの相手として、コンピューターでランダムに選ばれた、諸星当たるとの鬼ごっこに負け、本人の勘違いから当たるの婚約相手となったことで、諸星家に住み着く。以後は当たるのことを、ダーリンと呼び、心底惚れ込んでいる。星座は、虎島一角獣座という架空の星座。コミック連載会始時は、ゲストキャラだったが、その後主役キャラクターとなった。 後日。アニメ初登場で、第一話、噂のラムちゃんだっちゃは、TV シリーズ最終話の前回の、お別れ、直前スペシャル。輝ける星大賞で、ベスト1二ランキングしている。面倒の部下には、鬼、子と呼ばれている。基本的な容姿は、地球人と酷似しているが、耳が少し尖っていて、頭に小指ほどの小さい二つの角を持つ。この角は、 鬼族の特性として成長に伴って生え変わりがある。また髪の色は原作ではレーザーディスクや DVD の光彩のような虹色、構造色をしていて見る角度によって様々に変色する。アニメでは常に緑色で変色はしない。身長は当たるや面倒などの主な男子生徒よりも低く他の同級生の女子キャラクターと ほとんど同じなので、日本人女子の平均程度と見られる。ファンの間では162センチメートルと言われていたことがある。作中でラムを見た多くの男子キャラからは、すごい美人、可愛い、グラマーなどとその容姿を褒められる美少女である。普段は日本古来の鬼のイメージとして、形消化されることがある、虎島模様のビキニとロングブーツを着用しており、露出度が非常に高い。 とてもセクシーな曲線美の持ち主で、作品初期には、露出度の高さと、相まって、色気で、男性キャラを魅了する場面も見られ、当たるも、第一話で、鬼ごっこの相手がラムと分かった瞬間、角をつかむに体をつかまんと、と言ってに焼けるシーンがある。友引き高校に通うようになって、以降はセーラー服をはじめとして、地球の一般的な女の子の服、和服も含めを着る場面も増えた。 またアニメ版ではセーラーブック着用の際、しのぶたち一般生徒が赤いスカーフをつけているのに、対し、彼女だけ黄色のスカーフをつけている。下着は、普段にでもある、虎島ビキニ。こうしたラムのキャラクターデザインは、高橋ルミ子自身の原案スケッチによると、当初、ショートヘアでビキニタイプと、ロングヘアでミニワンピタイプのニアンが存在し、最終的には1978年、 昭和53年の正月に、両案の折衷案とも言える、ロングヘアのビキニで決定した。また、本来ラムは、ウルホ星やつらを連載する以前に考えていた短編のキャラクターとして登場させる予定であった、と原作者は語っている。飛行能力と放電能力を有する、放電の際の電圧は、自らの意志で自由に変えることができる。 初登場の地球の命運をかけた鬼ごっこの時は高くジャンプする程度だった。ポーンという疑音がつくが、その後は完全な飛行を見せるようになり、その気になればかなりの速度、速度の描写はエピソードによって差があるので、数値的な最高速度がどの程度かは不明で飛ぶとができる。電撃を放つ超能力を持つため、高電圧を吸収して充電することもでき、 その際は、電気の味がわかると見られる描写がある。原作では、第3話、悲しき山音での再登場時より使用している。電撃は起こった、際の攻撃に使われるほか、愛情表現であったり、寝ている間に寝ぼけて放電することもあると、自ら語っている。なお、原作第8話、酒と涙と男と女までは当たるに電撃を、使用するのは、 上表現目的が多かったが、電気ショックが人間にとって苦痛なことや場合により、感電死することを知らなかった。この回で電撃を食らって喜ぶ、ラム公演会4人組を見て、日頃電撃を食らって、悲鳴を上げる、当たるの方が、異常、言うまでもないが、本来は当たるが正常で、4人組の方がマゾヒスト気味、と思って、電撃を与えすぎて失神させてしまい、死んだと勘違いした。 これ以降は愛情表現で使用することがなくなる。アタルは当初はラムの電撃を食らって悲痛な叫びをあげるというのが初期のお決まりであったがアタルが超人化してくると避けられることも多くなる。放電するとストレスが解消される体質のようである。角が生えていない間、作中の描写では数日程度や桜ん坊が作った。 超能力封じの黄色いリボンを角につけられている。間はこれらの超能力を追う。また、トラブルはマイオリタの回などでは、ウルトラセブンのワイドショットのようなポーズで電撃を発射している。以上の超能力を除いた腕力については、地球人の一般女性と同程度である。また寒さにも、非常に強く、雪が積もるような日でも、ビキニ姿で平然と外出している。 本人曰く、鍛え方が違う。普段は当たるの部屋、諸星家の2階、または地球上空に停泊している、自分専用の虎島模様の小型 UFO、ラムの母性では、個人用の乗り物らしいに住み、当たるの部屋で寝るときは、押し入れの中で一人か、天と一緒に寝ている描写がある。自分の UFO の中で眠るときは、普段は自室のベッドで寝ているが、疾病。 地球の風に感染した時などの際には治療カプセルのようなところに入って寝ている描写もある。作中、幾度となく自らがつけているブラジャーから物を取り出すシーンがあり、睡眠薬の反応液、包帯、ジーコン、エンゲージリング、千円札などが出てきたことがある。睡眠薬の反応液を取り出した際、面倒にあなたのブラには妙なものが入ってるんですね。 と突っ込まれた。なお、ブラジャーの替えはなく、これが鬼ごっこの範囲ともなった。また、これはラムだけではなく鬼族は体内にバイ菌が入ると角が免疫反応して牛のように曲がって伸びてしまうという症状が出る時がある。編み物もできるが腕はお世辞にも良いとは言えない。彼女の手料理は猛烈に辛く、当たるはラムの料理をまずいという。 鬼族自体がタバスコのようなホットソースをジュースのように飲むほどの種族であるため人間と鬼族との味覚の違いのせいである。ラムの料理の腕は鬼族の基準では決して悪くはなく実際に人間の味覚に配慮して月見団子を作った時には温泉マークから評価されている。ただし使用する食材の多くは地球人に影響がある素材。ラムたち宇宙人には 馴染みのあるもので作ることが多く、トラブルを巻き起こすもとになる。また、作り方も豪快で、合尾燃え盛るオーブンや、火炎放射器での調理法を用いる場合も多い、料理上手の欄も、同様の器具を用いている。劇場用アニメ、ウルホシや、ツラにビューティフルドリーマーにおいては、山盛りのポテトサラダのようなものに、パイナップルやバナナをそのまま突き刺した上に唐辛子を、ふりかけ、 すでで、ペタペタと不格好な形状に仕上げている。地球の料理については、イカ料理が好みで特にするメが大好物、一方でラーメンを味がないと言っている。梅干しを食べると酔っ払う体質、天も同じなので鬼族特有の体質と思われるで、さらに、泥水状態になると、ややシュランの木が垣いま見え、ところ構わず、電撃を乱射してしまう。ニンニクの匂いが苦手。 また地球外の食材では、もぐもぐという食材が嫌いと言っている。理数系に強く、科学的に進歩の異なる地球に合わせて、自分の星の電化製品などをた叩く間に、改造して見せたりなど特に機械工学に関して強い。長所は非常に無邪気で、人見知りをしない。天真爛漫で快活。お人好しな面もあり。 一歩間違うと、おせっかいなほど世話焼きな面を持つ。また、口述の短所で台無しになることも多い。戦術のように稀に見る強運の持ち主にして、波のアホではない、当たる夫と決めると終始妻として行動し、守備一貫して、愛情を示し続ける、ひたむきさと意志の強さを見せている。ラムに対して釣れない態度の当たるの所業を知ったラムの、父親が見かねて、実家、 母性に帰るよう進めても、きっぱり断っている。父親は、かなりの権力者と思われるが、ラム自身は全く鼻にかけるそぶりも見せず、偉そうに振る舞ったり他人を見下す思考がない大変、気さくな人物である、ただし本気で怒らせると、怖いのは確か。周囲からも、アホ扱いされている、当たるとは異なり、人望も信用もある。また、と次先である諸星家にもすっかり馴染み、 当たるの両親からは、実の娘のように可愛がられている。短所としては爆発する料理を平気で作ったり、足で UFO の操作をしていたり、パスポート切り替えを面倒くさがったり、鬼族や人間との味覚の違いを考慮しないで料理を作ったりと、ガチャガチャした適当で雑な上に配慮に欠けた面があること。おまけに、幼馴染みのラミく、ラムの最大の欠点は、 悪気がないことと指摘しているようにそれらを悪気なくやってしまう、いわゆる天然キャラであること。前述の長所が短所として裏目に出ることもある。思い込みが激しく、当たるに関する事柄には思い立ったらすぐに行動に出てしまう面も挙げられる。当初は、忍びに対してライバル心を剥き出しにして、いたずらをしようとするなど、後期の弁天以上にそやで、 攻撃的な性格をしていたが三角関係が解消すると初期のような攻撃的な性格はなりを潜めていった。同様に初期は非常に大胆な性格でもあり物語序盤では過激にも当たるにすぐに抱きついたりキスしたりしたが奥手なしの部への当て付け目的だったためか終盤では腕組みをする程度に落ち着いている。また愛想を尽かした相手とはイえレーとの約束を平然と 保護するなど、初期は悪女としての描写も少なくなかった。子供の頃は極めてお天てば、かつ過激な性格。銃をいたずらして叱られる、小学校の先生にバズーカ砲を撃ち込む、中学校の先生に次元爆弾を仕掛ける、いずれも相手はロボットやサイボーグで攻撃を食らっても全くの無傷であったが、などの逸話が作中で語られている。ブラスター銃を、 いたずらした時は、父からお尻を叩かれた、TV 版111話における回想。日頃は顕著ではないが、犬や車のように売られた喧嘩は買う主義で、絶対絶命では当たると、忍ぶの浮気に徹底抗戦をし、ついには特攻攻撃までしている。トラブルは前降りたでは、面倒がお前に決闘を仕掛けたと当たるに言われると、面倒を攻撃して敗北させたり、 しばしば挑戦してくるスケバン3人組の挑戦を逃げも隠れもせずに受けたりシール。しかし、ヒロインであり連載開始したばかりの頃は、その個性が際立っていたが、話が進むにつれて、ラム以上に悪の強いキャラクターが次々と登場し、次第にラムは彼らの個性の前に渦漏れていき、終盤では比較的常識人的な位置づけのキャラクターとなっていった。 名前の由来は日本にビキニの流行をもたらしたとされるグラビアアイドルのアグネス・ラム。イタリア、フランスなど海外で、ウルホシやツラが放映されるときには、タイトルをラム、イゴ、ラムウ、フツゴ、ラミエとされることがある。基本的に原作者、高橋ルミ子の創作であるが、一人称のうち、疑問の女子、の毛、などは方言からの借用である。ただし、 日本各地の方言で見られるため、どの方言からの釈用であるか、明確にできない。アニメ、映画における、平野文による発話では、共通語、標準語のイントネーションで話され、方言要素は語尾のみに限定された。語尾の、だっちゃ、ちゃ、だ、コピュラ、ちゃ、修女子は、井上久しの小説において用いられていた、仙台弁に由来する、井上は、 山形県生まれだが、幼少期から高校時代まで宮城県仙台市で育った。井上の小説には仙台弁のダッチャ、茶が多用されている。すなわち、勝手な奴らの登場人物、ダッピア星人、半魚人語尾につけるダッピアを高橋が好きだった小説、青葉茂れる、井上久作に出てくるダッチャに変更し、ラム語を作り出した。 高橋は文字化された仙台弁から借用したため、実際の話し言葉の仙台弁における用い方とは異なる。例えば、ラムがイエスの意味で、ダッチャを単独で用いる場合があるが、仙台弁では稀な用法である。なお、仙台弁と同様に、ダッチャ、チャが用いられる方言には、陰州弁、鳥取県と佐渡弁、新潟県があるが、高橋はラム語が、 自らの出身地である新潟の由来ではないと言っていい。また、女子、各女子、州女子、関東女子として、分節末や分末に茶をつける方言に、富山弁、山口弁、北九州弁及び、九州東部の法日方言、宮崎弁などがあるが、即音化が見られず、がも入らないことにより、ラム語の語尾とは異なる。 作品の人気キャラクターであるラムが主人公と思われがちであるが、作者によれば、主人公は、諸星あたるのようである。少年サンデーグラフィックにおいて、作者の高橋ルミ子は、どちらが主人なのかという質問に対し、私は、諸星あたるが主役だと思っていますがねと、発言している。しかし、女性の方が花があるので、表紙やキャラクター商品には女性を前に出していると、 回答した。ラムは当初ゲストキャラでしかなく、第2話、優しい悪魔と、第15話、未だ浮上せずには出ていない、アニメの優しい悪魔の話と、未だ浮上せずの話には、ラムの出番がある。また、アニメの大金庫、決死のサバイバル。では当たると面倒の二人だけが登場し、ラムは、登場しなかった。ただし、 当たるが登場しない話も存在するが、連載が進むうちに登場回数が激増し、作品を象徴するキャラクターになった。原作では当たると、ラムの両者ともに、自分が主役だと思っているようだ。アニメでは、2010年の OVA、ウルホシアツラザ、障害物水泳大会を除き、トップクレジットである。アニメ、メゾ、ん、一国大八話においては、 モブキャラクター出演している。2006年より刊行されている最半本のコメントで、高橋はラムは私の恩人ですと述べる一方で、ラムは私が描いたキャラで最も理解できないキャラでもあるんです。私から一番遠い存在かもしれないですねと話している。アニメ版で監督を務めた押井守はラムという娘は1年半監督をやったけど、 結局よくわからないと話しており、その対談で、宮崎春は、ラムは、女の恨みがこもった、キャラ、女の復讐と話している。1983年、アカシア・サンマは、理想の女性像の一人として、ラムちゃんと語っている。理由は、浮気しても、電撃程度で許してくれるからとのこと。声を当てている、平野文は、ラムちゃんは、私にとって、 生涯理想の女性像ですと語っている。そのキャラクター人気や知名度の高さから、放送当時のバンダイの1、12プラモデルや、宿題ホビーのジャンボフィギュア、現在においてもマックスファクトリーのフィグマなどのフィギュアで、幾度なく商品化されている。2003年8月12日から9月15日のデイリースポーツには、高橋ルミコ描き下ろしによる阪神タイガースを、 応援するラムのイラストが掲載された。そのイラストをもとにフィギュアも制作され、阪神の公式グッズとして発売された。バンダイの化粧品、ブランド、クレアービューとクレアボーテでは、漫画やアニメに登場するキャラのイメージに沿ったコラボ商品を展開しており、ラムも選出された。ラブダーリングコスメイを、ラムのブランド名に関し、アイライナーやマスカラを発売している。 化粧品、ブランド ACYANGEL カラー、ACYANGEL カラーでは、恋するラムちゃんパウダーの名称で2色のフェイスパウダーを発売。2014年に放送されたサントリーフーズのリゲンエナジードリンクの CM において、モデルのスミレがラムに噴している。この CM では、ラムの電撃や飛行している様子も映像技術によって再現されている電撃は、 サラリーマンの疲労を取る目的で使用。2015年夏、東武動物公園に隣接する屋外施設、東武スーパープールに新たに、ウォータースライダー、タイガースプラッシュが設置された。チューブがホワイトタイマー柄であることから、虎柄のビキニを借用しているラムをイメージキャラクターに採用。公式 HP やポスターにおいて、 ホワイトタイガー柄のビキニを着用したラムが久しれている。2015年冬、ラムちゃん等身大フィギュアスペシャルサイト解説。高橋ルミコ監修のもと、1、1スケールのフィギュア制作を発表。限定数50体、シリアルナンバー入り、価格は100万円、税込み。2016年1月より、販売受付開始。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。